花橋コーツはアメリカの著作家。メリーランド州ボルチモアに生まれる。父のポールコーツは元ブラックパンサー党員で黒人に関する出版社を経営していた。ワシントン DC にある黒人大学の名門校、ハワード大学に入学。中退して作家志望となる。後にジャーナリストとして様々な雑誌、新聞に寄稿。 アトランティック誌の全米特派員をほぼ10年間にわたって務めていた。2014年の同志のカバーストーリー、ザ・ケース・フォー・レパレーションズでいくつもの賞を受ける。2015年にはマッカーサー基金から天才助成金を受ける。2016年タイム誌の選ぶタイム100に選ばれる。大統領選挙ではバーニー・サンダースを支持した。2015年の作品、 世界と僕の間に、で、全米と書賞を受賞。ピューリッツァ賞、全米批評家協会賞のファイナリストとなる。ノーベル賞作家、トニモリスンが、ジェームズ・ボールドウィン・ナキアとの空白を埋める存在が、ようやく現れたと評した。ブロガーとしても、その発言が、全米の注目を集める存在である。マーベルコミックス社が発行する、黒人スーパーヒーローが主人公となる。 コミックブック、ブラックパンサーの脚本も手掛けている。種シコーツコミックス、マーベルドットコム、2018年2月6日閲覧、慶応義塾大学出版会、世界と僕の間に、の紹介。ありがとうございます。